これからは今まで以上に気を引き締めないと命取りになります。なんだよ急に真面目な顔して。今回は正直運の要素に助けられたことは否めません。はっきり言いますが、フレイ様は今のご主人様ではとっても太刀打ちできないほど強いんです。他の候補生も魔王争奪戦のルールに習熟しつつありますし、戦いの激化は必至です。はぁ、あ、ため息が止まんねえな。また一つ重たい枷が俺の人生を縛りやがったか。重い枷ですか？例えば他には？まずは何を置いても家賃だ。はっ、水道代、電気代、ガス代、気づけば悪友ばっかの交友関係。はあ、厳しい人生だ。
おとなしくなさいな。いや、ジューハーゼ。の戦いが激しくなり、脱落者が続出しています。くれぐれも巻き込まれないようご注意を。魔界で俺が鼻にもかけなかった連中が随分とはしゃいでいるようだ。しかしまずいな、このままでは他の連中に追い越されてしまう。まるで自分が一番先頭にいるみたい。そんな事実は過去にも現在にも全くありませんからね。憎まれ口ばかり叩いて、お前は一体誰の味方なんだ。勝利する方です。なるほど、そうきたか。ま、ついてこい。じっとしていてもどうにもならんしな。テスト、緊急生中継始めちゃいますよ。ちゃんと聞こえますか？はーい、あなたのお耳にお口でサービス。深夜のパートナー AI 登場。この番組は格闘実況チャンネルイビルが提供しております。魔王争奪戦は一段とヒートアップし、いよいよ本格的に盛り上がってきました。さらに、なんとすでに強力なチャイルドを何百体も集めた悪魔がいるという情報もキャッチしております。まだチャイルドを手にしていない悪魔さんはいますか？そんな間抜けはいないと思いますけど、もしいたら気をつけてくださいね。信頼できる情報源からチャンネルイビルが電撃的に入手した情報によると、間もなく大々的な候補生狩りが開始されるらしいのです。それでは皆さん、安全にエキサイティングな魔王争奪戦ライフを送ってくださいね。では以上、チャンネルイビル緊急生中継
今日の悪魔でした。何が安全にだよ、バカバカしい。エキサイティングな魔王争奪戦ライフって早く死ねってこと？なんだ何か言いたいことでもあるのか？いいえ、サポーターの私ごときがご主人様に向かって意見など恐れ多いことです。なんだよ、何か言いたいことがあるんだったらはっきり言ってくれ。でもきっとお怒りになるかと。俺はサポーターの話に怒るほど器が小さな悪魔じゃないさ。では言わせてもらいます。ご主人様も争奪戦に出場していなければ今頃テレビの前で腹を抱えて笑っていたのではないでしょうか。朝起きて寝るまで主な日課がテレビの視聴だけなんてかわいそうに。やめて。石の上にも3年と言いますが、ご主人様が一人前の悪魔になるためには30年かかりそうですね。やめろって言ってるだろ。これは俺の繊細な心が受け入れるにはあまりにもひどい暴言だった。ですから私はご忠告申し上げました。無駄なことをするのはご主人様の悪い癖です。はいはい、俺が悪うございましたよ。そうやって周りも自分自身も茶化して本心を隠すんですね。そんな軟弱な姿勢では魔王争奪戦に勝ち残ることは不可能です。まあ俺自身も勝ち残れるなんて思っちゃいないよ。契約者を探しに行きましょう。ご主人様の時間は今日から1分1秒たりとも無駄遣いはさせません。徹底的に鍛え直します。お前はさっきの放送を見なかったのか？大々的な候補生狩りがもうすぐ始まるとか言ってたじゃないか。弱い奴はおとなしく家の中で争奪戦が終わるのを待ってろって言ってるんだよ、あれは。ご主人様が見た放送は私が見た放送とは違う放送のようですね。さっきの放送は候補生狩りが始まる前に腕を上げなさいという意味ですよ。獲物になる前に食物連鎖の頂点を目指さないといけません。うわっ、モナ、こいつをちょっとどうにかしてよ。はあ、こんな朝早くからお仕事ですか？車には気をつけて、なるべく夜遅くに行動しながら、怪しい人から声をかけられたら素早く契約してくださいね。殺戮と破壊の宴はますます激しさを増し、都心では悪魔密度が最大値を記録しました。外出の際には奇襲、暗殺、反則行為に注意してください。また弱い悪魔は外出を控えてください。それではスポーツマンシップにのっとり安全な争奪戦を祈ります。なんだこのふざけた内容は、バカにしているのか。ずっと送られてくるし、こいつらは何を考えているんだ。悪魔を相手にしているのですから、そもそもまともな内容にしようだなんて思ってないんですよ。フレイ様の頭は空っぽですか？もう少し考えてから発言されては。なんだと？もう一度言ってみろ。パワハラです、サポーターやめます。おい、逃げるな。辞表もらってよ、クソバカのフレイ。ああ言えばこういう。なぜ俺の下にはまともな奴がいないんだ。リザ、お前の主人はこんなに苦労しているんだよ。
うわっ、びっくりした。どうかしたのか。その何かおかんが。おかん？だから俺は言ったんだ、外に出ない方がいいって。結局後悔することになっただろ。こんな危ない時に主人を無理やり外に引きずり出すなんて。ただ手を引いただけです。だいたい私に簡単に引きずられるようでどうするんですか。本来腹筋があるべき場所にどうして何もないんですか。まったく、そんな貧弱ではこの先が思いやられます。ああ言えばこういう。なぜ俺のとこにはまともなやつがいないんだよ。アリアのコンサートへようこそ。何よ。仕方ないわね。キャッシュハンズ、応援よろしくね。おとなしくなさいな。仕方ないわね。キャッシュハンズ、いや。それで今回の契約者はどんな子。はい、どんな子か聞いているんだよ。基本プロフィール、家族関係や職場、性別や好きなものとか。変わったことを聞きますね。俺のやり方には必要なことなんだよ。サポーターなら教えてくれよ。わかりました。契約者は学生で女性、名前はモモキサイ、チャイルドの洗礼名はダイアナです。モモキサイにダイアナか。うん、わかった。続けて。成績優秀、品行方正、容姿端麗、絵に描いたようなクラスのアイドル的イメージですね。品行方正？品行方正、品性や礼儀が正しいという意味です。こういう関係も円満そのもの、本人の性格も悪くはないです。サポーターとしてこんな話をするのはどうかと思いますが、どうして悪魔と契約したのかよくわかりませんね。リザ、お前は分かってない。俺はこの数日で学んだ。どんなに善人に見えようとも、悪魔と契約したがる人間はたくさんいるんだ。そしてそういった人間にまともなやつなんていない。それに神話の本に書いてあったんだ。ダイアナって女神がどれほど恐ろしいか知ってる？そんな名を授かるほどだから、どれほど恐ろしいやつなのかわからないよ。俺はもう契約者がどんな人格だろうと期待しない。完璧な人間なんていないことをこの身をもって学んだから。あのブドウはかなり酸っぱくて食べられない。違いますか。ファイロニー、マンモンにアポロン。なあ、実際酸っぱいやつばっかりじゃないか。あなたのお耳にお口でサービス。深夜のパートナー AI 登場。この番組は格闘実況チャンネルイビルが提供しております。
ラの電源入ってないみたいですが。ボソ、映ってますか？おかしい。朝まで異常なかったカメラがどうして急に壊れたのかな。これじゃ放送できないね。速報が遅れちゃったら意味ないじゃん。都心の一帯に強力な悪魔が登場し、魔王候補生たちを次々と灰に変えております。弱い悪魔の皆さんはとっとと家に帰ってくださいね。俺、熱があるみたい。あー、ダメだ。これ以上外にいると倒れてしまう。早く家に帰って休まないと。そんなことないと思いますが。いや、本当だって。このまま俺が倒れたらおんぶしてくれる？何事も効率が重要です。その場合には邪魔にならないよう道端に片付けておくのが効率的です。せめて通りすがりの人でもいいから呼んでくれよ。くだらない冗談はここまでにして、こちらに来てください。うん、騒ぐほどもないですが微熱はありますね。何か心当たりはありますか？心当たりというより、さっき言ったことが全てだよ。気分が悪いのか体が痛いのかよくわからない。気分が悪くてコンディションが悪化するのは典型的なストレス性の症状ですね。まるでひ弱な人間のようですね。お前さ、それが主人に対する言葉かよ。悪魔同士の戦いが激化しているなどと言っていたが、思ったよりつまらん連中ばっかりだったな。まあそれも当然か。最初からこの町には強力な悪魔などいなかったしな。初めからもっと大きな町に行っていればよかった。そうしていたらオード様に会うこともなく、戦って魔力を失うこともなかったというんですか？男の言い訳は惨めですね。ほんとみっともない。お前、それが主人に対する言葉か？リーザ、さっきからバイブの音が聞こえるけど、電話に出なくていいのか？はあ、私が何の罪を犯したというのでしょう。一体どうしたんだよ。あまり愉快な内容ではありませんが、それでもというならこのメールをご覧ください。どれどれ。リザ、君がいなくて寂しい。夜になったら君を思い出してしまう。
俺がこんなに苦しい思いをしてるのに、君はどこで何をしているのか。俺は今、争奪戦が一番激しいという激戦区で地獄の日々を送っているよ。これ、もしかして。はい、フレイ様からのメールです。ここから先の内容は知りたくもないくだらないゴシップだらけです。着信拒否にしてもすぐ別のアドレスから送ってくるので無駄でした。毎日毎日意味のないくだらないメールばかり送ってきて、だからもう放置しています。どうやらフレイ様は今チャンネルイビルの速報で流れた最大の激戦区にいるようですね。あいつバカなの？なんでわざわざ危ないところに突っ込んでいくんだよ。バカだからです。ですが我々も負けてはいられないですね。フレイ様に遅れをとっている。心の深いところから闘争心が湧いてきませんか？いや、全然。こう見えても平和主義者なんだ。生まれつき闘争心なんてものは持ち合わせていないんだよ。それは残念ですね。しかし心配いりません。この先簡単に手に入れることができると思いますから。あなたとは友達として出会いたかった。汚らわしい。仕方ないわね。応援よろしくね。シャピューハーゼ、びっくりした。失礼するわ。おとなしくなさいな。シャピューハーゼ、応援よろしくね。絶対アリアのファンになってね。話が通じないのなら何するのよ。シャピューハーゼ、応援よろしくね。こんなこと。おとなしくなさいな。あら、やるわねベイビー。俺が契約者を探してさまよっている間、フレイはずっと何かのメッセージを送っているようだった。うんうん。なあリザ、もういっそのことスマホの電源切った方がいいんじゃないか。イライラするのですが、これはこれで活用できますし、最新の魔王争奪戦情報が送られてくるわけですから。奴はこの近くにいないようだとか、ここは人間より悪魔が多いといった具合に。うわ、人間より悪魔が多いって一体どこに行ったんだよ。興味がありますか？少し探りを入れれば詳しい地域まで教えてくれそうですが。そうやって俺を戦いに誘導しようとしてるんだろう。あいにくだがその手には乗らないぞ。俺は絶対行かないから。それは残念ですね。ですがこの私がご主人様に簡単に見破られる手を使うと思いますか？私が本気を出せばご主人様は 0.1 秒後には戦場のど真ん中に立っていますよ。冗談だよね。さあ、くだらないことを言ってないで、さっさとチャイルドダイアナを探しに行きますよ。発見しました。あの少女がダイアナですね。あの子か。やばい、
なんか緊張してきた。どうしよう、リザ。知らなかった、悪魔の力を得るってこんなにも清々しい気持ちなのね。あら、こんにちは、ご主人様。はじめまして。どうしたんですか、ご主人様。それではまるで変質者ですね。お前、誤解を招くようなこと言うなよ。俺は女の子と話すのが苦手なんだよ。めまいが。本当に面倒な方ですね。めまいは実践で慣れていくしかありません。ご主人様、ここは男らしく突撃あるのみです。おい、やめろって。心の準備が。こんにちは、元気？ありゃりゃ。キャピューハーゼ。仕方ないわね。びっくりした。応援よろしくね。遠い空へと飛んでいったよ。慣れなかったな。奥の人には本当こんなんじゃ交番ね。キャピューハーゼ、おとなしくなさいな。ちょっとやめて。仕方ないわね。絶対アリアのファンになってね。清めましょう。応援よろしくね。キャピューハーゼ。おっと、びっくりした。仕方ないわね。応援よろしくね。あら、やるわね、ベイビー。一体どうしたというんですか。魅了術や幻惑術でチャイルドたちを従わせるのは基本中の基本ですよ。俺はそんな術なんて使えないんだよ。それにそういうのは俺のやり方じゃない。それでは教えてください、ご主人様のやり方とは一体。それはまずチャイルド一人一人とちゃんと話をして、あいつらの悩みとか考えてることとかを一通り聞き出して。まるでカウンセラーではないですか。検査用の設問用紙は持っていますか。いいえ、持ってないです。それがご主人様の方針なら尊重はしますが、今回はそんな悠長なことをしてられる状況ではありません。先ほどフレイ様からメッセージを受け取りました。どうやらこのままではフレイ様とぶつかることになるでしょう。それを早く言えって。うわ、最悪のニュースだ。早く教えてしまったら家に帰ってしまうでしょ。俺をかなり正確に把握している。よし、こうなったら今からあれを使う。うん。リザさん、ここはあれとはって聞くタイミングでしょ。よくわからない要求が本当に多いですね、ご主人様。あれとは全く感情がこもってないけど。よくぞ聞いてくれた。モナから直接伝授してもらった最終奥義。おい、ダイアナ、俺のところに来いよ。優しくするから。お前は俺のものだ。絶対大切に。途中で噛んでしまった。ヘカテ攻略の時にモナから伝授された女の子を落とす方法実践編はどうやら失敗のようだ。うん。
ダイアナさん。まさか今誘惑したの？運がいい。私は努力家が報われる話が好き。だからあなたのチャイルドになってあげますね。でも私は気まぐれですから、いつまで従っているかは分かりませんけれど。リザ、見たか？作戦成功だ。努力が報われるって気持ちいいな。ところでご主人様、その頭はどうしたんですか？誰かに殴られたように歪んだ頭になっていますよ。ひどい！もともとこんな頭だよ。持ち上げられて突き落とされた。その見た目とは裏腹にダイアナも他の女たちと変わらなかった。やり方はともかく、今回の契約は成功に終わったようですね。お疲れのようですから、そろそろ帰りましょう。はあ、疲れた。家に戻って猫と戯れたい。では遅くなりましたが、ご主人様との初仕事も達成できましたので、ご挨拶も兼ねて私からのプレゼントです。これでどうしろと。改めまして、これからよろしくお願いいたします。サポーターが急に二人になり、俺の生活はめちゃくちゃになってしまった。ご主人様、小学生の契約者なんていかがですか？いやだ、犯罪者扱いされちゃうよ。犯罪なんて悪魔らしいと言えますけど。騙しやすい点では最高ですが、管理が難しいので少し大変ですね。だから嫌だって。ねえリザ、管理とお世話お願いできるかしら？ご主人様が勝つために必要であればやぶさかではありませんが。ご主人様だって一緒に遊んだりお世話を手伝ってくれるわよ。それに契約者が子供でもチャイルドも子供とは限らないし。お前ら俺の話聞く気ゼロだろ。リザ、子供って可愛いわよね。そうですね、無限の可能性を秘めているところが魅力的です。無限の可能性、その点には俺も同意する。それにまだ幼い分、私たちの思うように操れますから。うん、いくらなんでも小学生はまずいだろう。ご主人様こそどうされたのです？弟とか妹についての話ですが。ご主人様、何かよこしまなことを考えていませんか？あら、ではモナたちはよこしまな大人から身を守れるよう子供たちに教育を施しましょう。教育？大人になるための教育です。成長期の男の子の知的好奇心を満たしてあげる瞬間なんてもう最高なんですよ。いけない。犯罪の匂いしかしない。冗談です。あなたとは友達として出会いたかった。いや、
ューハーンゼ。応援よろしくね。仕方ないわね。しつけの時間よ。大丈夫、また挑戦すればいいから。おとなしくなさいな。キャピューハーンゼ。モナのことを大好きと言ってくれる女の子のことを思い出しました。女の子？どんな子なの？とっても可愛い子ですよ。モニャ姉様と結婚するってよく言ってました。結婚？女の子が？そうですよ。無邪気ですごく可愛いですよね。大丈夫か？結婚なんて。あらら、嫉妬ですか、ご主人様。今のモナは全てをご主人様に捧げていますから、安心してくださいね。そういうのは別にいいよ。それで、その子はどうなったんですか？モナが人間界へ行くとなったら、反対したのでは？そうね、とっても大変だったわ。私が人間界に行くと言った時は、首にぶら下がって泣いたり、とっても大騒ぎして。魔王争奪戦が終わり次第、帰ってくるように約束までさせられて、おまけに覚書まで書かされちゃった。まるで小悪魔だったわね。はあ、想像するだけでも疲れますね。あなたとは友達として出会いたかった。何か不安そうな顔をしていますが。モナが無理やり残してきたっていうその子、もし俺の存在を知ったら、ものすごく恨むんじゃないか。とても単純な子なので大丈夫ですよ。もしそうだとしても、すぐに親しくなれると思うので、心配しないでください。you
リザは誰かいないの？魔界に残してきた婚約者とか。いません。私にそのようなものは必要ありませんから。必要ないって。寂しくはないの？寂しさは感じませんが、まあ唯一の心配事はフレイ様ですね。暇さえあればメールをしてきたりプレゼントを送ってくるので困ります。あなたに私を落とせるかしら。時間にメッセージが。リザ、君はブルーのショツが似合うよ。はあ、どこから突っ込めばいいのやら。フレイからか？あいつ誤字だらけじゃないか。それを言うなら、ブルーのショーツが似合うだろ？いいえ、シャツが似合うです。ご主人様もひどいですが、フレイ様の語学力はさらに深刻なレベルですね。それがさ、人間界の文字はとても難しいんだよ。魔界の文字よりはるかにね。それで本も読めなくて、だから映画やアニメを見るようになったんだ。それは変ですね。魔界の文字の方が画数も多く、字の形だって複雑ではありませんか？そうなんだけど、綺麗でしっかりしている人間界の文字の方がなぜか難しく感じるんだ。ふん、そんなところは悪魔らしいですね。アリアのコンサートへようこそ。仕方ないわね。応援よろしくね。おとなしくなさいな。仕方ないわね。おとなしくなさいな。応援よろしくね。ジャジャッタング。
疲れ様です、ご主人様。あら、見事にクリアしましたね。しかし、予想より10分遅れました。まあ、そう言わずに、ご主人様にとってはかなりの成長よ。モナに会う前のご主人様の悲惨な姿、リザはきっと想像もできないでしょうね。両方から押すなよ。それに悪口言うのやめてくれませんかね。俺は普通につつましく暮らしてただけなんだよ。あなたとは友達として出会いたかった。
っくりした。キャピューハーゼ、何するのよ。応援よろしくね。キャピューハーゼ、おとなしくなさいな。惑わすな。